今回はチャンネルです。はい、今回はマイクラ実況パート3をやっていきたいと思います。イエイイエーイ。でね、前回ね、マイクラ実況パート2ではすっごい私ビビってずっと村で村人と一緒に過ごしてたんですよ、一日を。なので今回ビビらずに、ちょっと村も囲いきれない、まあ、頑張るんですけど、ちょっとね、無理そうなので、まずはね、先にちょっとね、私はね、村、まあ、町を探索したいということなので、探索する準備は、なんかね、剣とかもっと作ったりして、あと食べ物とかも集めて、ちょっとね、探したいと思います。家もね、ちょっともう、失ったと思うんですよ。なので、ちょっとね、ちょっと探したいと思います。では、やっていきます。まずね、食料をね、食べなきゃ。ちょっと、これ、アングル。全然持ってないね、食料とか。あ、じゃがいも1個持ってた。よし。で、木を一回掘って、村だけ先に囲っちゃう。先に村だけ囲っちゃいたいから。で、囲ってたら、村ゾンの音して怖がって戻ったっていうところまでは覚えてます。あと、前回のマイクラでもいろんな、コメントありがとうございます。もう早速日暮れてきてる。一回戻る、もう暗い。早速怖がってると言ってもね、これくらいはね、皆さん怖がらなきゃね、逆にね、死にすぎて困ります。経験値が逆にね、なくなって逆に損です。はい、なので怖がるなとか言わないでください。私もちょっと怖がりたくて怖がってるわけで。え、早くない？暗くなるの。ちょっともう今日は寝て明日出航します。入ってきなよ。じゃあもうね、お金一回食べるな。明日ですぐ寝るというベッドがあれば見に来ていきます。OK。 早いうちに寝れば、ゾンビとか出る前に寝れるからね。めっちゃ出てた、めっちゃ出てた。こうやって。あ、マグマがある。あ、石炭もある。ちょっとここ、頑張って落ちちゃうかな。じゃあ、この下どうなってるか。おう！ここが落ちたら死ぬから。これだったらなくなっちゃう。こうしてーの、ここはどうだ。おっ、どうだった。もういいや。はい、バイバイ。そしたらこのまま木を一回掘りに行きます。で、まず今回は柵で一回囲っちゃいます。かわいそうなんで。食料集めなきゃ。ちょっとじゃがいもしかない。魚もなんか焼くと食料できるらしいので、ちょっと今日も魚取っちゃおうかなって。で、ちょっとね、海の中渡るのもちょっとめんどくさいで、橋もちょっと土で作っちゃおうかな。あうち、これなら楽でしょ。 OK。これでほら渡れる。よし、これで OK。 それで黒くなったらすぐ行けるかね。マジなんかね、ここら辺牛とか全然いない。一応見てないだけの可能性が結構高いんですけど、そのような気がする。木30個くらい集めたら戻るかな。15個まで。あ、でも本当に音に敏感だから何でも音にビビります。ちょっと、どうさ。やばい、もう早速なくなった。じゃあ一回村戻る？木使うのもったいないけど、これで足りるかちょっと試してみようかな、一回。声、まさきいたのに、こういう時になってからいないんだよね。マジでいない。え、いない。あ、いた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 。
じゃ倒れないの。よし、来た。よし、来た。あ、もう一匹。全然ここドラウンドいない。待って、死ぬ。よいしょ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 。意味ない。あ、これもまたね、コメントあったんですけど、鮭でした。てへ？鮭ずっと来い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 って。え？取れてないんだけど。嘘。なんで一個しか取れてないの？え？取れてなかった？あ、ほんとだ、浮いてる。あ、もう一個ないや。いいや。一回これで。今は19個くらい作れたら何個くらい作れるかな。とりあえず囲っていきたいですよね。村蔵になられても困るんで。まあ素早く寝ればまあいっちゃいいんですけどね。ちょっと待って、アカシアの木、木材。でもなんか攻撃する。落としてね。もうさ、怖いんだけど、本当に。1スタックは作れましたね。そしたらこれで、待って、だから攻撃されてる音するって。閉めとこう。え、何の音ハマってんの？いや、観察。え、誰がさ、あ、そこのマグマとか？え、アカシアの木、あ、そうか。そうだ。木の棒が必要。これくらいあればいけるでしょ。びっくりした。これで、ここか、OK。お、結構いい感じ作れた。あ、違う、ほんとか。じゃあ、レッツゴー。まだ明るいからね。今のうちに。ここは、こっからだね。起きて。起きて。このまま突っ切っちゃう。短縮したいからね。足りる気配なしよ。で、こういう時に使うんだね。ちょっともう一回。でまだいける。じゃがいも食べるのめんどくさかった。なくなったら取ってくるから。一気になくなったら取る。回復するのめんどくさいから。これで、また木の棒を何個か作っちゃって。あ、待って、最悪。しくった。棒作りすぎた。あ、こういうの慣れてないんですよ。ここでこういう風に使えば、ほら、え、ちょっと待って、ありすぎ、広すぎ広すぎ、そこの家はいいや。ちょっと、あー、もう大変。あー、また取りに行かなきゃ。その前に一度、どうしようかな。じゃあ先に、どうしよう、木取らなきゃな。で、一回そこら辺で稲もらってパンでも作る。一回もっとさ、じゃがいも回復本当に少ないから、もうちょい、うん、回復量。こうだね。よし、たらこっちも、あ、ごめん、あ、ごめん、ちょっと、あぶす、ごめんなさい。そんなにね、でもね、じゃがいもはいらないんですよ。パンが欲しい。でも回復量が多いのが欲しいです。じゃがいもじゃ本当に半分みたいなもんでしょ。ここだったら一回寝よう。寝るのはいいこと。もう夜になるのほんと早すぎて、マジ。オーマイガー。オッケー。で、
ケパンを作ろう。おいしくないあれ？お、これだけあればバッチリ。何個くらい？お、じゃがいもよりは全然いい。もうじゃがいも半分だから。よし、じゃあ再び一度木を取りに行こう。そして斧を、ちょっと待って、今普通に飛び越えられたよね。そこは後で修正。お、あそこにサトウキビ。サトウキビって何に使えるんだっけ？なんだっけ？だから砂糖とかにできるんだもんね。一応取っとこうかな。あ、声がいた。見て、めっちゃ息しながら言ってる。ここで木を一回取ろう。これはね、ちょっとね、なんかジャングルっぽいから。この綺麗ですね。この音すごいクリーパーの音に似てるから怖い。もうできる限り今回は掘っちゃおう。無理。あ、豚ちゃん、ごめんね。あ、びっくりした。ラマさんに倒すとね、思いっきりひどいことになるから。ラマさん倒しても何ももらえないんですよね。ラマってさ、ラム肉ってラマのお肉ってこと？ラム肉ってそういうことじゃない？ラマさんね、すごい唾飛ばしてくるんですよ。唾飛ばす動物っている？で、チンパンジーはうん丸こう投げるけど怖すぎ。マイクラに関係ない話。あれ、意外になんか全然あれじゃないですか、その食べる量が減ってない、走ってないからか。結構取れた。これでワンちゃん斧は作れる。お、1スタック。お、2スタック近く作れた。で、棒はいっぱいあるから。でも作業台がなきゃ作れないから、とにかく魚で木をペチペチ叩く。あ、待って、こっちの方がいい。魚で木をペチペチ叩いてる人初めて見た。一個でも無駄にしたくない。あ、なんでそこ乗っかる。よし、そろそろ戻って一回柵を作りますか。再び、え、こんな家あったっけ。中尾さん、こういう、よし、じゃあここは、こっからか。お、足音が壊れちゃった。うちんちが確かここで、うちんちっていうか借りてる家がここだから、これで作っ、一回これ作っての、結構作れた。そんで一回まず斧を、そんでこれをひたすら連打。足りなくなったら棒をクラフト。1234、分かる。これい1スタック近くは作りたい。これくらい結構いい感じじゃないですか。オッケー、めっちゃいい感じ。これで、これ、あ、ここにし、間違えた、間違えた。これをこうしての、これをこうして、で、これも、ここの方がいい。よし、これでいこう。で、そしたらこっからだね。ここは飛び越える。こうだね。まあ、そんな頭良くないか。こう来て、そこら辺で止まってんだよね。あ、飛べ！無理なのか。あ、じゃあこっから降りよう。出れちゃうんですよ。おい！オッケー。からだね。
からここ。ちょっと怖いから。ちょっと村人さん、やっぱり入れてあげよう。心の優しい私。ちょっとね、土とか全然持ってないから。あ、砂。砂で行こう、砂。砂で、ここ埋めよう。なんか、残り5分なんですけど、なんか今日は、加工だけで終わりそうですね。あーしゃん、こことかは大丈夫ですよね、ちょっと暗い。私もちょっとやばいから。出れないか。まあ大丈夫、大丈夫、大丈夫。これもちょっと、大丈夫でしょ。ちょっとこれも、ちょっと砂とか、よいしょ。お、危な。よし、こんくらいなら行けよ。ちょっと荒らしちゃってるけど。ああ、もう。オッケー。これで、な、すっごいさ、音が。ちょっと入って。ラビットさん。ちょっと、なんなの。ちょっと、中途半端。おいしょ。おいしょ。オッケー。ちょっと。もうすぐじゃない？待って、めっちゃ間違えてる。もったいない、もったいない。ちょっと、もうびっくりする。こっちがびっくりするの、ちょっと、めっちゃイヤホンでかいから。こうですね。ちょっと、ここがちょっとあれかもしれない。こうしてから終わり。いいんじゃないか。ここを一回お邪魔だから、こうすれば。え、来た来た来た。抱えたちょっとね、雑なところがあってね。あ、ここ登れちゃうな。ちょっとね、雑で、ちょっと待って、入れないわ。待って、終わった、入れない。何人か村人はね、ちょっともうこの町から出れないみたいな感じになっちゃうんで、柵のなんかあれあるじゃない、蓋みたいな、それはつけたいと思います。優しいんで。ちょっと待って、めっちゃうるさい、めっちゃうるさい。ちょっと残しといてよかった。だからこう、こう、これくらいじゃない。あ、待って、終わった終わった終わった。もう一回取りに行きたいと思います。じゃあおやすみなさい。あ、まだ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 なのね。あ、作れた、これ。2個なら作れた。ギリギリ。これは最後に、まだ夜じゃないから、つけようかな。じゃ、まずここを砂で埋めようかな。これのあんまりゾンビとか湧かない。湧くか。普通に湧くか。一回寝よう、もう寝よう、もう寝よう。1日目ちょっと外に出ちゃってる村人さん、かわいそうなんですぐ寝ちゃいます。ゾンビ湧いてないよね。そしたらここら辺につけようかな。こうして、こう、これで出れるよ村人さん。あ、村人さん、あそこにしよう。もう一個はここ。待て、ここやめよう。みんな出そう。だからびっくりさせないでって。え、ないんだけど。え、ないんだけど。どっかで使っちゃったっけ。もう一個しか使ってないね。二個あったはず。じゃないんだよ。はい。あ、作れた。あ、一回しか押してなかったのか。いや、開けれますよね。確か村人さんで自分でかかって。まだ。待って。オッケー。オッケー、バッチリ。
なんとか囲えました。はい、というわけで今回はマインクラフト実況パート3をやりました。で、今回はね、やっとの思い出、村が囲えました。ただの村囲う動画になっちゃったんですけど、ね、いろいろ今日はゾンビにもなってよかったです。で、まあね、マインクラフトすっごいコメントが多いんですよ。なのでまたね、すごい嬉しいので、いろいろね、こここうしたらいいよとかいうね、アドバイスお願いいたします。ちょっとどんどんね、上手くなっていきたいと思います。上手くなっていきます。次回予告、マインクラフトをいろいろ装備して冒険に出かけたいと思います。お楽しみに。それでは皆さん、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら。次見てみてね。こっちのボタンをクリックして